青木勝、被害ランキング。はじめの一歩の世界では、強さや、かっこよさではない部分で、人気を出している選手が存在します。そう、青木勝、この人です。試合に関しては、スポットが当たらないことが多い印象ですが、密かに、名言や、かっこいいシーンも存在しているのです。青木好きは、多い印象だよな。俺もその一人だが、強靭、高村、守るの一番の被害者と言っても過言ではなく、耐久力と、忍耐力が人一倍優れている男でもある。今回は、そんな青木勝、高村からの被害ランキングをつけてきましたので、発表します。青木じゃなかったら毎回死んでるからな。皆さんも動画を見ながら振り返り、楽しんで最後までご視聴ください。では早速ランキングに入ります。青木勝、被害ランキングはこれだー。第7位、コークスクリューブロー。人並み外れた運動神経を持っている青木、なのに泥試合が多いことに不信感を感じる高村。原因を追求することに成功し、その原因は右ストレートを打たれる時に目をつぶってしまうというものだった。ボクサーにはあるまじき行為で、克服するために、その悪の根源となるものを暴いた。原因はやはり高村で、過去にトラウマを植え付けられたことで起きた現象だったので、克服するためには、高村の右ストレートを打ち込み、目をつむらずに受け止めなくてはならなくなった。まともに受けることは死を意味するため、空手で使うプロテクターを付け高村の右ストレートを耐える。だが、高村のコークスクリューブローの前に、プロテクターはなすすべなく破壊され、青木の顔は、血の海になったことは言うまでもない。あのプロテクターを壊すって、バケモンすぎんだろ。第6位、七年殺し。一歩が現役を引退し、初めてできた弟子が、太平だった。その太平は、一歩を裏切り、挙句の果てには、喧嘩にボクシングを使い、一般人を痛めつけた。ここまでの胸クソ界を生んだ太平も、元から不良だったわけではなく、尊敬している兄の晴れ舞台を見に行った際、笑い者にされていることにショックを覚え、喧嘩に明け暮れ、今に至るといったことだった。太平が悪さをした元凶は、その兄にあり、高村と青木はその兄貴を見つけ出し、河原を突き刺すような、艦長をお見舞いする気満々だったのだが、その兄貴の正体とは、やはり青木だった。兄貴であることがバレ、逃げようとするも捕まり、高村の制裁を食らってしまった。そんな青木だが、大家族の兄弟のため、ラーメン屋でバイトをし、学費を稼いでいた過去を持ち、ラーメン開発のレシピのおかげで、現在では3号店まで出せるほどになっているのだった。瓦を貫通する指って、エグすぎんだろ。第5位、窓からの転落。右ストレートで目を閉じてしまう現象を克服し、A 級トーナメントに挑むも、伊賀に無残なまでにやられてしまう青木。その被害は大きなもので、病院に入院することになった。ジム内の誰もが心配し、愛するトミコからは、そんな姿を見ていられないとまで言われてしまう。そんな中登場したのは、いろんな意味で人外な男高村。落ち込む青木に向け、負け犬いじりを続けた。いつも通りの反応だが、怒りをあらわにする青木。だが、返り討ちに遭い、首根っこをつかまれたまま、病棟の外に出されてしまう。これだけでも警察沙汰の事件だが、その光景をトミコに見られてしまい、その手を離してしまった。一歩間違えれば、殺人事件とも取れるこの被害、青木ほどの運動神経があってこそ、生き延びられたのでしょう。もはや、冗談のレベルでは済まされないんだよな。第4位、頭頂部にうんこ。板垣が星に勝利し、天才の覚醒を成した後、高村がオフロードコースを走ろうと、一歩、板垣を呼び、練習を始めた。アップダウンもあり、足腰を鍛えるいいトレーニングになっていたのだが、高村は道から逸れてしまい、草むらへ転がってしまった。その草むらは、犬の糞だらけで、体中に糞がついてしまう高村。自分だけの被害では納得がいかず、青木村組を呼び出し、自身と同じ目に合わす計画を立てた。だがすでに、その糞は一歩が回収しており、辺りを見渡しても地雷が一つもない。そこで高村は驚きの行動に出た。自分で糞を出し、踏ませると言った。まさに人外の考え。だがそれすらも木村に見破られてしまう。バレた瞬間、その糞を持ち、青木の頭に、帽子かのごとく乗せてしまうのだった。汚い話をして、ごめんなさいだぜ。第3位、ブロッコマン、誕生。高村が2階級制覇を目指し、デビッド・イーグルとの試合が決まり、その前座を青木村組が行うことになった。世界戦の前座ということもあり、相手はナショナルチャンピオンで、当然強いはずだが、エレキバッテリーと、パパイアダシューという、名前だったため、笑い転げるカモカワ軍団。それに苛立ちを覚える青木。こんな、ふざけた、髪型の男に負けるわけがない、と、強気発言に出る。それを聞いた高村が、負ければ同じ髪型にする、と、半ば強引に約束を取り付け、負けられない試合へとなった。
試合は一進一退の攻防の末、ドロー判定となり、罰は逃れられたと思ったが、負けてはいないが、勝ってもいないということで、高村からの刑が実行された。ブロッコリーが頭に生えたような、最悪な髪型にされてしまった青木。だが、2階級制覇という偉業を成し遂げた高村よりも、人気が出てしまうことは、まだ誰も知る由もなかった。災い転じて福となす。さすが青木だぜ。第2位、珍味&福通。パパイヤ打球に勝てなかった青木は、高村の手によってブロッコマンにされてしまったのだが、そのおかげでテレビ CM に出て、一躍有名人となった。2階級制覇の高村よりも人気になってしまい、ジム内派閥を勝ち取り、高村は旅へ出ることになった。全国を回る旅で、仙道のおばあちゃんが経営している駄菓子屋の珍味を購入。その珍味は、おばあちゃんの嫁入り前からあるもので、それを食べお腹を壊す高村。それを持ち鴨川軍団の元へ帰り、一歩を除くメンバーへ食べさせた。その被害は甚大で、三人ともお腹の痛みでトイレへ駆け込む、青木に至っては、館長までされてしまい、一歩の試合中はずっと、トイレの住人となってしまった。体の体液を全て出し切ってしまうほどの威力。その後のブロッコマンの失墜もあり、第2位にランクイン。青木だから笑ってられるんだよな。さすがは青木先生だぜ。第1位、トミコのおっぱい。山田直道、通称ゲロ道との試合を終えた一歩、元後輩との対戦のため落ち込んでいると、青木が海に誘ってくれた。その車には、クミちゃんも乗っており、楽しい休日となった。だがその旅行は、日帰りではなく、一泊するという計画になっており、うじうじする一歩を少しでも近づけようとする、心優しい青木の計画。俺はもちろんトミコとやる、お前も男を見せろ、と、惜しい男の背中を見せるかっこいい青木の姿が、そこにはあった。その夜、海辺の近くで合宿をしていた鴨川メンバー、陣外の男、高村の強行が始まり、海辺でイチャつくカップルを除く、といった、文句なしの犯罪行為を行い、それだけでは収まらず、ゼロ距離まで接近し、胸を揉み出したのだ。覗くだけでは飽き足らず、参加型覗きになってしまい、夏の風物詩、花火が上がったことにより、その姿があらわになった。イチャついていたカップルの姿は青木で、胸を揉まれていた女性の正体も、もちろんトミコ、愛する女性の胸を触られ、怒り震える青木に対し、なんてもん触らしてんだ、と、ゴミクズ同然の発言を終えて、その場から逃げ去ってしまう。愛する女性、トミコの胸を揉まれ、怒り震える青木の、復讐対策戦が行われ、高村のお尻から出てきた船虫が第1位にランクインしました。うん、今のだったら船虫が1位ってことになってねえか？あ、間違えました。でも、船虫が1位みたいなもんでしょ。皆さんいかがだったでしょうか？高村によって引き起こされた様々な被害。そのほぼ全てを受け止めきっている伝説の男、青木勝。他にも、蹴り出してタクシーを止めたり、自分の股間を握らせたりなど、高村の強行は収まることはないが、最強の精神力を持つ、青木勝だからこそ、耐え抜いているという事実があり、やはり、初めの一歩を盛り上げている一番の MVP は、青木勝ただ一人なんでしょう。持ち上げすぎな気もするが、あながち間違いでもないのが、すごいところだぜ。このチャンネルでは他にも、初めの一歩に関する動画を投稿していますので、気になる方はぜひ、チャンネルへお越しください。面白いと思ったらぜひ、チャンネル登録と、はじめの一歩を手に取ってみてくれよな。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では、さよなら。ほな、おおきに。